うっす。てん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 。ゆとりを持ってやろう今日は。ゆとりを持って。ぐっすり寝たわ。ぐっすり昼寝をした。でも元からそこそこ寝てたからむしろ体調が悪い。しかしここでシムシティに情熱を燃やすことによって脳を活性化させる。結局俺はどうしたいんだ。ゆとりを持ってやりたいのか脳を活性化させるのか、それを定まってないまま高ニュータウンを建設するか、どっちにする、どっちぞも見て考える。これか、これか、どうすかね。まあなんか形で金星取れてんな。金星都市だな。あの黒いのはなんだ、あの黒いのは何、施設かな、多分黒いのは施設だな。はいはい、なるほどね。なるほどね。一番発展してないのどっかな。今気づいた。これさ、十字のラインがさ、この道路じゃん。十字のラインが道路だからさ、右、まあ、とりあえず行ってみよう。十字のラインが道路だからさ、ここ俺の街じゃねえか。このマイクロ発電所も俺のじゃねえか。うえタカ。まあバレちゃ仕方ないか。そう言うとタカはこのオフィスビルを引き返って帰っていった。したたかな男だ。したたかなタカ。猫見てるんちゅう。いや待て、俺は何度同じもしかするんだ。それで俺は結局どうすんだ。それで結局どうすんのか全然決めてねえや。もう一回、もう一回だ。加藤区はかなり住んでるな。加藤区もあと少ししかない。安くも少ししかないし、高くもあと少ししかない。少し尽くしだな。じゃあ俺のはやるか。俺の方結構余ってんじゃん。まだ余ってんじゃん。この子じゃあもう今やろうとしたし、ちょうどここでいいや。この部屋気になるよな。いつまで部屋なんだと。ここにビット行くか。ほんでいいんじゃない。1,2,3、道路 1,2、 ちょっと難しいな。じゃあ縦道路で3でしょ。1,2,3、じゃあ縦道路になるか。いいか、最初からこの計算できてるな。もっと途中うまく使えたんだけどな。そう考えると奥深いな、シムシティは。1,2,3、ここつなげよう。道路区画はちゃんときれいにしよう。やかましい、どんだけ病院を待ち望んでる。そんなにそんなに病人が多いんか、ここ。こっちになんか建てるか。視聴者層、俺視聴者像いつまでたっても作んないな俺。どこに作ろう。まあいいやとね。地下鉄に全然こう染めてないんだよね。地下鉄に全くと言っていいほど手を染めてないんだよね。脱炎施設ってなんだ。作ってみるか。下水処理施設。下水処理ちょっとした方がいいかもしれんな。下水処理しよう。新助下水処理場。新助下水処理場を作るぞ。こんなもんか。てか下水処理続くだからさ、これに作った方がいいんじゃない。このやる気のないこの廃墟崩してた。ちょうどいい廃墟があった。下水処理してるぞこれ。よし、なんだ
あ？え？なんて？なんて今ブーっつったから多分ここに立てんなんて話か。なんだそれ。じゃあいい、せっかく立てたのお前だよ。ものすごい金かかったぞお前の反対のせいで。なら立てる前に聞けやお前。なんでその後すんなり立てられるんだよ。お前らのせいで金が無駄になったぞ。しかるばここに作るか。仕方ねえな。できた。じゃあほんと。え？恐ろしいことやっている。これはもっとポンプ作ろう。ポンプまみれにしてやる。脱炎施設、こらえに脱炎施設を脱炎していこう。うわー、おお、なんと力強い脱炎だ。最近さ、こう安心してないか、こう水があることに対して。しかし水は常にあるわけだから、水は常にあるわけじゃないんだぞ。それを俺は分かっているから。そうだな、このとこでいいだろう。仕方ねえ、じゃあ病院も作ってやるよ。つけりゃいいんだろ。病院だ、病院だ。いいだろ、中心街やぞ。ゆとりタウン中心街やぞ。創業区でしょう。創業区か。創工十にするかじゃん。創工。創十工にするか。テレテレテ。しかしマイクロ波の近くに住むやつら。でもマイクロ波別にあれだろ。安全だろ。まあ、ひとたび受信ミスを起こしてしまうととかなんか、脅かされたけど。普通だろ別に。そうだ、そしてその恐怖は時とともにだんだん慣れなくなっていく。だから大丈夫だ。あ、まだ全然立てれるな。今回金がたくさんあるぞ。やっぱり1万あるといいな。1万あると、なかなかゆとりができる。あ、これな。さ。そうか。まぁ、ちょっと道路ずれるけどさ。そんなものを作るな。他県との交流なんていいな。こうだ。まぁ、でもちょっとここ欲しいな。他県と。いや、いいや。ごまかされ、その、騙されんぞだよね。で、ここ。ほら。いいじゃん、これ。いいじゃん？いいね。じゃあ、ここは、下町にするか。なんか、低密度っぽいよな。なんか、ここら辺も下町でいいよ。じゃあ、ここ、最南端駅にするか。そういや電車が通ってたけど、こっちの方にはまだ通過しないんだよな。先に電車を通すか分かった。また電車のために、電車を通すために犠牲が出てしまう。いやもういいやろ。電車はあっちだけでいいやん。これ以上破壊したくねえんだよ俺は。電車ありきの街だったらいいけどな。電車ありきの街を作りたい時にやるわ、それ。今回電車はあそこだけ。やっぱこの密度はいいな。お水がいい。だって土地は限られてるんだから。よし、これでいい。もうポンプをアクセントに使ってる俺。アクセサリーとして見てるポンプ。所詮俺はポンプをアクセサリーとしてしか見てないのかもしれない。でここはなんだ、何が足りない、足りないのある、住宅でいいしね。ならば住宅、まだ建てれる、まだ建てれんのかい。っていうかここ道路がねえから、これどっちしても何もできねえよ。どうしよう、あれ学校は必要です。お前らむちゃくちゃ言いよるの。
道路がねえからどうしようかな。あ、そうだ、こういう時のためだ。俺もだんだん上手くなってきたな。シムが上手くなってきた。そして木を立てよう。樹木。あ、でもこれじゃあ、これだと電気は取んねえな。これ壊せ。公園。公園で電気取んの？いや、なんか取んなかったような気がする、前。これでは。まあいいや、でも、ポンプでもいいや、別に。ポンプまみれやな。この街はポンプまみれだな。ポンプしかねえ。よし、できた。これや。ビットよ。ビットやるしかねえもん。あ、もうできてる。早漏だな。あ、そうか、あそこマイクロ発電所から直に電力を受け取ってるから。なら栄えるぞ、ここ。あんなごっつい発電所がそびえ立っているんだから。俺、電気やるよ。もう俺。それで、今ポンプやるよ、ここにも。ポンプだ。よし、これでいい。さあ、これで表向きできたから、次は水道だ。もう俺はもう水道管を見ずに引けるようになったぞ。俺は水道管を見ずに引いてやる。もうここら辺からもうビッといけばいいんだよ。見ずに引け、こんなのは。よし、これでよかろう。これでいいじゃろう。よし、じゃあ金が次1万5000ぐらい貯まるまで待とう。今日はちょっとガッと作るわ。今日は急いで作るぞ。よし、ゆとりタウンが大都市に。ゆとりタウンの人口が6万人になったことが本日明らかになった。ゆとりタウンの経済状態や安全な住宅地のおかげで移り住んでくる人がこれからも増えそうだ。ゆとりタウンはこれで正式に都市になり、国から軍隊基地を設置したいという意見が出た。市長が基地を設置する気になれば建設はすぐに始まる予定だが、住民の間では軍隊がいれば安心とか軍隊なんか無用の長物といった様々な意見が飛び交っている。勝手な奴らだ。政府が軍の基地建設を計画中です、受け入れますかって言われても、そんな重要な決断を今しろっていうのか。てか土地がないぞ、割と。まあ一応受け入れとくか。もう俺の海軍基地はこの都市の海岸に。おい、勝手にお前、海軍か。海軍！新助シティが海軍に襲われてしまった。海軍が。キザルが引っ越してきたぞ。ここは住みやすいね。ベン・ベックマンの家を作るしかない。ベン・ベックマンを監視としておくか。でもどれがベン・ベックマンなんだ。ベン・ベックマンを発揮することはできませんでした。まあまあ育ってきたな。9800しかないけど、地下を見てみるか。ドゥ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 、大きいね。それあんだけもう死ぬほどポンプを垂れたからな。死ぬほどポンプを垂れたからもう水はすごいよ。いいね、この水が充実してる感じ、いいな。素晴らしい。なんだこれ、1マスだけ水が通ってない。これなんだ、そこはなんだ。あ、何これ、工事中。そこだけ通ってない。だってこれも工事中だろ。工事、これなんだ。化学処理場、ついに俺の町に化学処理、工業的な何か。怪しすぎるぞ。俺の町で何をやってるんだこいつらは。一体工業的な何かを作ってる。
そ、海軍との戦いが始まる。これどかせられるのか。これ空き地、空き地だぞ。しかもお前そんな勝手に立てんなよ海軍を。でもこれ海軍受け入れたからさ、あれじゃね、予算が増えたんじゃない。俺のお5600になってる多分。これ海軍のあれだろ、海軍分だろこれ。海軍分でしょう。仕方ねえ、じゃあまあ空港建てるか。新助空港航空プロジェクト俺諦めてねえと。もう今日ここまでやろう。これでしょ、まあここしかないでしょ。待て、道路を建てないと。港と一緒だからな、俺は学んだぞ。そうだ、じゃこれターミナルだな。これそうだ、道路建てないとさ、あっちまで行かんの。ここで、こうで、まあ仕方ない。ラインは全部道路で落ちちまうか。まあやっぱ海岸沿いは道路になっちゃうよな。まあ思えば我が国も海岸沿いは道路ばっかりだしな。大体道路だよ。いやこいつら道路もねえのに、どうはこれほっといたらどうなんの。道路もねえのにお前ら何をやろってんだよ。よし、整備完了。これで整備は完了だ。ほら。よし、これでいいな。おぉ、気持ち悪いな。よし、おぉ、まっすぐになった。さあ、これで、空港を作るぞ。シャッ！うわ！なぜ赤土なんだ。空港だ、つっとるのに。なんで赤土なんだ。これさ、ちょっと空港狭くないか。もうちょっとここら辺まであっていいよな。ここら辺まであってよくない。うん、これちょっと違うな、なんか。これ空港としてちょっと狭いだろ、空港が。でもこんなもんかな。空港の課題評価かな、それは。空港の課題評価かもしれない。こんなもんか。ちょっと狭くないか、この空港。せせこましいな、この空港は。ちょっと道路取り壊せ。こんなせせこましい空港は嫌だ。ことは3だから、こう通ってるわけで。これだったら多分大丈夫。これいけるよな。こうやったらいけるだろ、これ。予算が足りません。そんな高いの空港って。本当にめちゃくちゃ高い。あ、こんぐらい、これならまあ、これならまあって感じだな。よし。まあちょっとなんか、いびつな道路になってしまったけど。まあいい。送電線や。ビヒ。で、水もねえから。ああ、早くも。海軍が。海軍め、好き勝手やりやがって。しんちゃん、ここはおとなしく我慢だ。うむ、俺たちも国の政策あってるものだからな。おっ、まあここは我慢するしかないんじゃないか。くそ、その日俺たちは一通り酒を飲んだ後ゲームをした。うせえな、いつまで消防署を求めやがるんだこいつ。これでいい。ん？あれ？金が？なんかいつの間にか金が増えた。金をくれた。じゃあ消防署やるよ。でもこんなところに消防署あっても仕方ないな。本当に消防署いるんか。てかまだちょっと道路引かんだ。これ道路完璧か？完璧だな。道路や。道路じゃねえ。消防署や。本当に必要なのかよこれ。結構作ったぞ。まあやはり飛行場といえば工業地区だよな。
俺のその羽田空港前のあの羽田空港前のあの感じが俺はあれが俺の中の空港なんだよ。羽田空港前にさあの モノレールで行くとさ工業地帯あるじゃん。あれが俺の中の工業地帯なんだよ。まあこら辺はまあこれ住宅だけでいいか。まあ、意外と軍の基地の近くで住宅があるもん。でそこは商業地区と。あもう不可侵領域になってる。ここ何も建てれねえよ。くそったれ。こんな避けて住まないといけない。あ不可侵領域だ完全にこれ。じゃあこれ電力なくても発展するんだな。くそ腹立たしいなこいつら。何様なんだよ俺たちの街を好きにしやがって。さああと水道管だ。さあもう俺見ないで引けるぞ水道管。ビー私は見ないで水道管引くことができる。さっきも完璧だったもんな俺の水道管。ビーお前らなんか水道やらんからね。海軍海軍の水道止めろ。しんちゃん一応引いておこう。くそ諭された加藤。引けねえじゃねえかおい加藤引けねえじゃねえか。こいつら水も必要としないでどうなってんの脳みそ。なんかじゃあここはどうすんだ。ここはていうかもうしんすけ区はもう終わりじゃない。これでクリアだよな。しんすけ区コンプじゃんこれでも。でもこれ整えねえとちゃんと。これどうしよう。じゃあまあ余ったから視聴者と出るか。いやこんなところに垂れたくねえわ。くそおい銅像だ銅像ここに建てろ。これいいだろお前ら。お前らが何か海軍で何かしねえように見張っておくからな俺が。そしてここに公園でも垂れてろ。まあ、こいつらにも公園は必要だろ。誰が遊ぶんだろうとこに。まあ物好きは住め。ここに物好き住むかもしれない。ここでも電気が通んねえからどうやって電気。これいける。あ無理だわ。これどうすりゃいいんだよこんなもんのためにこんなやつらのために高架を線を作らないといけない。おい先に高架線作ってからじゃないと先に電線作ってからじゃないと道路は建てないんだよとかね。ん？あれ道路できない。なんでだよ多分ねグラが用意されてないんだよ。このなんつうのこれドッキングしてないでしょこれ。ここ斜めのもうこんなやつらのために俺はもう水道管相当なもう相当高くしてやるからなこの建物の上で。よしこんなところでいいだろう。予約できた。これを見てくれ。どうぞ。止まった鳩の数ゼロ。数えりゃいいってもんじゃねえぞ何か。大丈夫かこの刑務所。暴動したらもうおそらくこの町は終わりだぞ。3000人のエリート犯罪者たちが俺たちを殺しに来るぞ。よし終わった。それでは金が1万5000ぐらい貯まるまで待ちましょう。今日はそれで終わりにしよう。なんだなんだ。おい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 。あ壊さないとダメだこれ。いや火の手がどんどん。おやばいやばいやばい。火の手か。地震で火事が。でもポンプの周辺だろ。おい俺の街が。消防署はどうなっている。全体地図だ。落ち着く。慌てるな。落ち着け。全体図を見出せ。わあ飛行機は飛んでる。だからそんなものを見てる場合じゃない。そんな音鳴らしてる場合か。
あれ、ここだけ橋は。橋はどこだ。え、てかなんかまた崩れてない。ここら辺はなんで。なんだ、ヘリが飛んでるぞ。なんだこのヘリは。摩天楼にヘリが飛んでる。しかしそんなことに感動してる場合じゃないんだよ。地震の被害を見るんだ、まず。大丈夫か。大丈夫か。あ、なんかここら辺だけだな。ここら辺だけだ。あれ、ていうかあれ、ここ何があったんだ。ここもないし、ここもないし、ここもない。あはは、高野高野っていうか俺のオフィスビルが、あー、火が燃え上がっている。これ多分崩れたんだ、火によって。くそー、消防署だ。おら、よし、緊急で、緊急時代だ。消防署を作る。おお、もう消防署に改装する。いやでもここいいのができるから、ここには作んないで。くそー、どうにかならんのかこれ。もう、ま、待つしかねえのかこれ。あ、消防隊出動しろよ。言われんでも。よし、しろ言われんでも。よし、おい、死傷命令だ。そこの道路破壊しろ。道路一時的に破壊し、そうですぞ。見ろ、この俺の迅速かつ的確な指示。よし、しばらくここは通行止めになります。しんちゃん、大変なことになったようだな。うむ、俺たちの町をこれ以上好き勝手にさせん。あお、まあなるようになるんじゃないか。こんな時でも自然体のため。おい、なるようにな、らなるようになるイコール町消滅。おい、どうなってるこれは。マジで、お、これが、よし、消えなさすぎだろこれ。燃え広がりすぎじゃねこれ。よし、こんなところでいいんじゃない。あ、こっちはもう完全消えたな。よし、おい、燃え盛る男。でも消防隊派遣したからね、もうできることね。おわ燃え広がっていく。もう見守るしかなかろう。これ消防隊早く消せよちょっと待て、これガチでやばいことになってる。俺の街が消えるところは消えてんな。もう、そのもうないところにはいなくていいから、消防隊。仕事せえや消防隊。もうしこりいても全然意味ねえじゃないか。おい消防隊。あ、これ分かった。消防署の数だけ出動できるんだ。おい、おかしくね、これマジで。なんなのこれ。全然止まる気配ないんだけど。いやこれ、いややばいだろ、なんだよこれ。え、マジでなんなのこれ。消防隊って何、一体何をしてるのお前の。消防隊何をしてるんだ一体。おい、消防隊何やってんのこれ。おい、教会が、教会が、逃げてください。教会、ここ誰がいの教会だこれ。それちょっと確認する。もうどこがどこがいなのかよく分かんなくなってきた。どこだ、ここその、あ、これあれか、俺がいだ俺一人炎上する始末。
もうじゃあそこに消防署って言ってるか。もうそんな消防署ばっか垂れたくねえな。いや、これマジ何なのこれ。どうやったら消えるんだよ。もう消防署もそんな立てれんぞ。その出動要請も出せないぞ。てか出動要請何の意味があんだ、ほんと意味ねえじゃん、こんなの。もこいつは全然仕事しねえぞ。ちょ、燃え移り用ではもうこれ全部街を灰にするわ、俺は。これ以上の沈下を防ぐために。俺は決断を下す。あれ、こっち仕事した？全然してないじゃん、これ仕事。なんだ、これ消防隊員の無能さ。いや、マジで、もう何の仕事もしてねえ、こいつら。分かったよ、お前。俺がならば、俺が直に手を下してやる。俺がもう全てを破壊する。これ以上もうこれ以上焼けたたれる前に大丈夫だ。もう初期段階で俺はこうやっておくべきだったのかもしれない。あんな消防署なんて二度と当てにしねえから。とにかくもう周りの街を全部崩せ。くそくそ、教会が見えねえよ。お前は時計見えないからという理由で。くそー、悔しい。俺の町が。大丈夫だ、全員避難している。俺の町が悔しい。そしてもう消防隊はもうこの世から消す。あいつら毎回税金もらってるくせに、ろくな働きをしねえ消防隊も。マジで何の働きもしねえからな、消防隊は。何の働きもしねえから。あいつら消してればこんなことしなくてもよかったんだ俺。くそ、これでいい。もうこれで燃え移るもんがないだろ。ああ、こいつよ。こいつら仕事しなさすぎやろ。甚大な被害が出てしまった。地震一つでどんだけの被害だ。ポンコツすぎるな、この街。俺の思い広がるのはねえ。よし、よしと。完全に綺麗にしてあったぞ。はあ、カスも取り除いた。これで OK。 あと一個。これはもう燃え広がる余地ないだろうか。もう消しておこう。よし、もうほっとけ。もうこれはもう燃え広がる要素がもうこっちはない。隣町の隣にあるもの燃やして燃え広がっていくから、もうほっといても消えるでしょ。はあ、だからもう見とこう。一応近場に。じゃあとりあえずここから消すか。これで集中的にね。これどうや。集中的にね。よし、おい、どんどん増えていってるぞ。でもまあこっちはちょっと規模は減ってるな。こっちはどうや。つい見てしまうな。おい、広がってんじゃねえか。まあまあでもこっちはまあ基本的に水しかねえからさ。よし、これでよしと。まあ一応仕事はしてるみたいな。よし、これでいい。おい、こう。消せ、こう。よし、これで。でも、これはこれで結構面白いな。消えろ。よし、消えた。ほら。うん。
よし。よしよし。無理だろ。この火災に乗じて犯罪が。この町は一体。よし。だいぶ消えてきたな。この、耳っちいやつを消せ。よし。消火完了です。よし、消えた。これ結構すぐ消えてくれるな。近くにあれば。消し方を間違えてたか、今まで。いつまで燃えてんの、この火は。よし。ブー。くそ。消えろよ。よし。もうこっちのに移ろうぜ。おい。この消火活動時間かかりすぎやろ。でも一瞬で消えるな、割と。未来だ。よし。圧殺するこいつら。てか別に物壊す必要まではなかったかもしれない。近くのやつ。まあこれで防災訓練にはなったな。おれー！よし。消えた。あ、もう災害は消えたろ。なんで？え？災害は消えたろ？ん？どうして？てかマイクロ発電所無事でよかったわ。あれがマイクロ発電所が消えてしまったら俺は大変なことになった。あ、もう終わったろ。うわ、停電になってる。大停電になっている。そうか、マイクロ発電所に通じてないから。これはこれは大変だ。ゆとりタウンで大地震。早朝ゆとりタウンの震度6の地震が襲った。揺れは5分以上続き、地面が割れ各地で火の手が上がった。地震の2時間後、シースケ市長はラジオを使ってパニックにならないよう呼びかけたが、そのおろおろとした声はかえって市民の不安をかきたてた。現在当てにならない市長を無視して、市民たちは自力で被害からの復興に当たっている。